2年目後半戦やってくよ。ベッツの調子が上がってこないね。うち相手にはきっちり先制してきますね。脅威のツートップだね。強いじゃないか。首位攻防戦ですよ。高鳴りますね。クロイの唯一の見せ場だね。結構硬かったですね。嘘。決定力不足ですね。追うの？また追うの？前の試合から点が取れてますね。そうだね。この調子で行ってほしいね。西澤大爆発ですね。また点が入らないですね。初戦初期面だからね。この攻撃力で首位ってことは守備力が高いのかな。おそらくそうでしょうね。ボランチが強力ですから、相手の攻撃の芽を摘んでるんでしょう。なんか最近ちょくちょく負けるね。そうですね。まあ初期面ですからこんなもんかと。前半戦ができすぎだったのかね。この攻撃力ですから、ライバルには負けられないですよ。圧勝ですね。ああ、絵が見いい。
ベルマーレ弱いね。フラグ立てちゃいましたね。ベズ、こんな成績じゃないと思うんだけどね。逆にフラグ立てに行ってます。何もなかったね。ここでちょっと成績見ましょうか。2位と勝ち点差11か。3位とは21。もう昇格は濃厚だね。昇格はもう間違いないかと。あとは優勝できるかですね。まあまあだったんじゃないの。ですが J1 に全く歯が立たなかったので不安ですね。来年が心配だね。また首位決戦だね。ここで勝てれば優勝も濃厚かと。勝ちましたね。というわけでここで試合終了。アウローラ J リーグディビジョン2で初優勝です。結構はしょりましたね。まあいいんじゃないの。特に何もなかったし。全員で勝利を分かち合っています。 J リーグディビジョン1での活躍に期待しましょう。結果を出してほしいですね。なんでジローラモなの。わかりません。お嫌いですか。別にどっちでもないけど興味ないかな。そもそも何してる人なの。タレントらしいですよ。サッカー選手じゃないみたいです。へえ。ここで最終成績を見とこうか。最終的に2位と勝ち点差21ですか。まさに圧勝でしたね。初期面だけでも結構やれるんだね。補強しても2年目優勝できない時もあるのに。予想以上でしたね。実は昇格すら無理だと思ってました。4年目ぐらいにゲームオーバーになるかと。まだわかんないけどね。来年降格して5年目くらいにゲームオーバーかも。ありえますね。やはりエディットが頼みの綱かと。エディットは重要だよね。もう決めてあるんだよ。正直面白みもなんもないけどね。まあ次回のお楽しみってことで。当たりのパラメーターかも気になりますね。確かにね。まあ普通タイプじゃないからすぐに成長してくれると思うけど、初めから強い方がいいよね。ワクワクが止まんないね。今回唯一の楽しみですもんね。期待しましょう。まさか優勝できるとはね。本当降格には気をつけてくださいね。気をつけてもしょうがないけどね。ダメな時はダメだよ。こいつか。レギュラーが良かったよ。賞金欲しいね。J2 勢ですね。いけますよ。2年目で選手が売り込みに来ちゃったよ。しかも GP。
Jリーガーは誰でしょうね。ジブコビッチってそこそこ微妙な選手だね。1年目なら取ってもいいかなって能力。まあマイナーズの方が上だけど。これは終わったね。終わりましたね。雲一つない晴天に恵まれました。通用、今回は来年はこのクラスが相手ですよ。ここに勝たないと優勝できません。これ多分無理だろうね。優勝なんかできないよ。でしょうね。なんで大体元山って控えなんだろうね。いつ見ても控えなんだけど。コンピューターの優しさじゃないんですか。こりゃダメだわ。いきなり10人じゃ腕試しにもなんないですね。まあこうなるよね。また来たね。そんなにうちに来たいのかね。グイグイ来るね。よっぽどグランパスが居心地悪いんでしょう。まあ彼は岩木型だからね。みんなの嫌われ者さ。エスパルスも強いんだよね。アントラーズもジュビロも全とてなんですね。まさかの J2 優勝もしたし、カップ戦も1回戦負けはなかったし、上々だったんじゃないの。サポーター数も順調ですね。お金はまあね。選手取れないし、施設にって言ってもそこまであるわけじゃないし、あまり使い道がないね。来年の目標は残留だな。というかこの先どうなるんだろうね。優勝できるんだろうか。多分無理だろうけど。ちなみにこれがグラフです。上が1年目12月、下が2年目12月。ほぼ変わってないね。シスタクぐらいかな。フィジカルも上がってるか。ただこれじゃあねえ、 J1 でどうか。不安まみれだよ。今回はこの辺で。